はい、どうも、朝木です。今日はですね、まあ、今日はですねっていうか、あの本の話をねよくこのチャンネルでしてるんですけど、まあ、なぜ音楽家が本の話をするのかは分かんないですけど、まあ、今日は、まあ、音楽家らしくというか久々に、音楽に関係する本の話をね、したいんですけど、こちらですね、小杉武久さんの音楽とピクニックですね。こんな本ですけど、まあ多分30年前ぐらいに刊行された本の、表紙だけ変わって刊行されたバージョンですね。はい、こういう素敵な写真ですけど、まあ、小杉武久さんという音楽家の、人ですねが書かれた本ですね。まあ、いろんなものの寄せ集めですけど、インタビューがあったりとかエッセイがあったりとか、小杉武久さんっていう人自体がちょっとまあだいぶユニークなね活動されてる方で、どういう経歴を、経てきた人なのかっていうのはね、非常に一言で語るのは難しいんですけど、まあ、もう亡くなられた方で2018年に亡くなられて、まあね、電子音楽とか、まあ、もしくはもう即興音楽みたいなね、ものとか、まあ、あとはこうフルクサスっていうね、なんていうかコントみたいな音楽があったんですけど、かつてね、まあ、戦後1950年代から60年代ぐらいに、かけて盛り上がった、フルクサスっていうイベントがあって、まあ、その中の代表的な人でもあるし、で集団即興演奏みたいなね、ことを日本でいち早くやり始めた人でもあるし、まあ、この手の音楽ジャンルの中ではかなり伝説的な人物で、っていう感じですね、が書かれた本です。まあ、なんでねこの本を紹介しようかと思ったかっていうと、僕電子音楽をいろいろ紹介するようななんかシリーズをしてるんですね。それもなんか深く考察するとかじゃなくて、もうほんと10分ぐらいでサクサクっとなんか経歴を言って終わるっていうだけの、まあ、簡単な紹介みたいなのをやってて、その中で小杉武久さんをやろうと思ってたんですけど、まあ、あまりにも活動がユニークすぎるっていうか変わってる音楽なんで、ちょっとなんかその前提を喋るとキリがないし、喋りづらいんですよ、とにかく僕にとってはですよ。だから小杉さん自体を紹介するというよりも、この本を紹介しますって言った方が手っ取り早いかなと思って、っていう感じでこの本を紹介するんですね。この本非常に不思議な本なんで、創作やられてる方で特に音楽で変わった音を出したいみたいな人は読むとすごい面白いと思います。ただそうじゃない人が読むと、何の話をしてるんだろうみたいな、感じかなと思います。で最後にねバイオグラフィーっていうのがついてるんで、それを、僕が読み上げることで小杉さんの紹介の代わりとさせていただきたいんですけど、要するに手抜きなんですけど、1938年東京に生まれる、1960年グループ音楽を結成し、集団即興演奏テープ音楽を始めると、グループ音楽っていうのが日本で最初の即興演奏集団と、言われてますね。塩見美恵子さんとか、利根泰直さんとかと共に、やられてましたね。皆さん、まあ、この手の界隈ですごく有名な人で、これは1960年のことですね。で1961年グループ音楽第1回公演として即興音楽と音響オブジェのコンサート、東京創月会館ホールを開催。この公演で一柳俊と出会う。フルクサスを紹介されイベント音楽を作り始める、っていう感じですね。フルクサスがここで出てくるんですけど、これイベント音楽のイベントって何かというと、フルクサスっていう音楽は作品のことを作品と呼ばずになぜかイベントと呼んでるんですね。なのでイベントを作り始めるっていう感じなんですけど、まあ、要は作品を作り始めるっていうのとイコールなんですけどね。これ一柳俊さんっていうのは、ね、やっぱりこういうフルクサス周辺の音楽で日本でも最も影響を与えた人ですけど、まあ、なんでかっていうとフルクサスってもう当時ね最新の、ニューヨーク周辺で始まった音楽ですけど、まあ、ハプリングっていう似たような音楽があったりね、まあ、ハプリングっていうのはもうむちゃくちゃないろんな、詩を朗読したり絵を描いたりとか、音楽を演奏したりとか、身体表現やったりみたいな、そういうのをバッと一緒に同時にやるみたいなね、こう、まあ、演奏というか表現なんですよ。
まあ、それがハブリングで、基本的に、反復不可能なものなんですね。でフルクサスはそれに一見近いんですけど、フルクサスは反復できることを目的としたイベントで、それ楽譜に書かれてるんですね。であるシンプルな指示があって、例えばこの本を床に落とすとだけ書かれてあるみたいなっていうね、それだけの音楽みたいな。でこれは反復可能じゃないですか、何回でもできるじゃないですか、まあ、これを演奏と捉えるんですけど、まあ、そういうものがフルクサスなんですね。でこれをね、一柳敏さんが、日本で最初に紹介したんですね。っていうのも、一柳敏さんのこの経歴を見ると、1954年に、ニューヨークに行ってるんですね。ジュリアード音楽院ですかねっていうところに行ってて、でそれが1954年ですよ。で1956年に小野陽子ともう結婚してます。まあ、ご存じない方はあれですけど、一柳敏さんっていうのは小野陽子の元旦那さんですね。で小野陽子さんはその後に、まあ、いろんな男性と出会った後、ジョン・レノンと結婚するんですけど、でそれが1956年ですね。小野陽子と結婚、1959年に、ニューヨークでジョン・ケージに出会って、ジョン・ケージがやってた講義に参加したりしてるんですね。でそれで1961年に帰国して、でここでもう小杉武史さんと出会ってるんですね。で小杉さんだけじゃなくて、塩見さんとか、トネさんとかいろんな人に出会って、フルクサスっていうものがすごいぞっていう感じでね、フルクサスだけじゃなくて、集団即興に関するようなこととかをやり始めたりしていくんですね。っていう感じで、もう本当に最新のアメリカで始まった、アバンギャルドな音楽を、まあ、実験音楽ですね、を輸入して伝えたのが一柳敏さんですね。まあ、そんな感じでフルクサスを、作り始めるんですね、小杉さんは。で小杉さんはね、やっぱりこのフルクサスを日本で作ってって、かなり欧米に紹介されてますね。なのでまあ、日本で最も有名なフルクサスの創作者というイメージが僕の中にありますね。あ、まあ、一番有名な例を出すとね、ちょっと正確に違うかもしれないですけど、あの右目をえぐり出しなさいっていうね、あの指示だけが書かれた曲があるんですね。それが小杉さんが作ったフルクサスのイベントですけど、まあ、もちろんね、誰もこれは演奏したことがない、演奏は不可能なわけですけどね。でも1961年に作り始めて、もう62年にはかなり欧米に作品が紹介され始めてますね。1964年、一柳敏、竹光徹とともにコレクティブミュージックを結成。はい、まあもうこの3人がね、伝説的な3人ですよね。一柳さん、竹光徹、で小杉武久さんですね。同じ年にマース・カニンガム、舞踏団が初めて来日し、ジョン・ケージ、デイビッド・チュードアラと共に演奏すると、一緒に演奏するんですね。マース・カニンガムっていうのはあのダンスの、人ですね。でその直後、1965年にもう渡米して、もうフェスに参加したりして、2年間ニューヨークで演奏活動をしてるんですね。でいろんな、そこでフルクサスの、作曲家たちと出会って交流を深めていくという感じですね。もう現地では小杉さんはもう伝説的な人物として認知されてますから。1969年マルチメディアの即興音楽集団タージマハル旅行団を結成、ですね。タージマハル旅行団はね、本当に旅行するんですけど、アジアの方にね、あの旅行に行っていろんなとこで演奏するっていう、あの浜辺で演奏したりとかね。1970年日本万博博覧会でお祭り広場の環境音楽を制作、一柳敏、松平頼明、松下真一とともに、同年タージマハル旅行団大磯海岸で夜明けから日没までのコンサートを行うっていうね、大磯海岸でね、もうフェスみたいなことをねやってるんですね。あと特筆すべきこととしては、1977年ニューヨークに移住してマウス・カニンガム舞踏団専属の作曲演奏家となるっていう感じですね。まあ、あのマウス・カニンガムの専属作家になるんですね。専属の作曲家兼演奏家ですね。まあ、ジョン・ケージ、デイビッド・チューダーらと同じような、立場で、マース・カニンガムのダンス音楽みたいな、まあ、ダンス音楽って別にダンス音楽ではないんですけど、ダンスと共に演奏される、曲を、作り始めていくっていう感じですね。まあそんな感じで、の方でした。自然界にはさまざまな振動発生装置があって、それらがどういう風に干渉し合って、新たな音響を合成していくかっていうことを考えてますね。なのでこの
Thank you.